まあ、BiSH も今度解散が決まっていて、BiSH のいない状態で俺たちがやれんのかというところを見せつけるライブにしたいというふうに思っております。設立して最初に始まったグループっていうのは何のグループでしょう、はい、え？ビッシュ？プラニメです。プラニメですプラニメはっすね、第一期のビスにいた神谷崎がどこも引き取り手がいなかったんで、まあ、しょうがなくうちが引き受けるしかなくなったんで、まあ、どっちかというと神谷たちのやりたいものを具現化するようなグループだったんですけど、解体というか、水田真理ちゃんが、脱退ですかねになるんですけど、神谷がもう一度あのアイドルグループを結成するっていう形で、POP になり、そして POP から、ギャングパレードになり、グループが解体され、二分割してパラダイセーズとゴートゥザベッツというグループになり、もう一回ギャングパレードになるという。ちょ、わけわかんねえな。わけわかんねえぞギャングパレード。でもう2016年には第2期ビスが始まるんですけども、はい、いやなんかやっぱりビッシュをやっていて、まあ、なんかもう一回ビスをやるって言ったんですけど、やっぱ全然別物になってきたんで、であればもう一回ビス作れんじゃねえかっていうところで、第2期のビスを、1期のプールを誘う形で始まりましたね。で、2017年にはもうエンパイアが始まります、はいはいはい、そのエンパイアっていう名前は決まってなかったんですけど、ABEX と一緒に最初から共同で進める、プロジェクトっていうものを、立ち上げさせてもらって、選んだのがエンパイアの前身というかプロジェクト AW っていうものですね、はい。まあ、それこそ、小室哲哉さんと、あの対談させてもらった時に、あの小室さんから、あ、君は7組ぐらい作った方がいいよみたいなって言われたんで、ちょっとそれを目標に作っていこうみたいな気持ちになってましたね。で、2019年にもう第3期ビスと豆島の大群が始まるんですけど、はい、いやそうですね、まあ、その映画でも語られてますけど、僕としてはやっぱり第2期のビスはやっぱりどうしても続けられなかったっていうところが一つあったので、でメンバーたちもその覚悟を持ってやってくれたのであれば、僕としてはまあビスを渡すっていう話までしている中で、やっぱりグループとして覚悟を持てなかったんじゃないかなっていうのは僕も感じているところなので、あの解散せざるを得なかったなというところですね。まあ、とは言いながら辞めた子たちもまあほぼほぼの子たちがあの自分たちで活動しているので、あのそれに対しては自分の好きなことができてよかったんじゃないかなというふうには、思ってます。で、まあ、第3期が始まって新しいジェネレーションというか、またあのビスっていうのの、今までの曲を2期のビスを使ってたんですけど、それを使わなくなったっていう意味では、なんかまあ新たなビッシュを作ってるような、感じの感覚ではありましたけど、はい、そうですね、まあ、初めてある意味その番組の企画というかにしっかり関わらせていただいて、もう本当に収録も全部行って、あのクロちゃんともお話ししてみたいなところでやらせてもらったのは初めてだったんで、まあ、そこも僕の中では殻というか壁を突き破ったというか、っていう感覚はすごくしましたね。でそれと同時期にあのアメトークで、BiSH を扱っていただいた時があって、すごくそこが、アメトークがやってから、1ヶ月後ぐらいにその強みのダウンタウンで、モンスタイルが始まるっていう状況だったんで、すごくいい流れの中で、できたなというふうに思ってます。2021年の合宿の時かに、はい、まず初頭に ASP が発表スタートして、はい、まあ、そうですね、前身でその2期のビスにいた、パンルナリーフィーと、ユイナエンパイアと、そして私帰ってきた夢叶うかなと、あとウルルっていうのがいて、キャリールーズ始めたんですけど、それもちょっと志半ばで、解散することになった中で、まあ、やっぱりその当時いたウルルと、夢叶うかなに関しては、なかなかそのキャリールーズの中で、時間が取れなかったっていう部分があったんで、僕としてはその彼女たち2人を据えた上で、新グループを、結成して、ワックっていうものが何なのかっていうか、まあ、その僕がやってきたものって何なのかっていうのを伝えたいなと思って始めたのが、ASP ですね。そうっすね、まあ、BiSH に関してはやっぱり僕が BiSH に提案させてもらった通り、あのかっこいいというか人気がこう降下する前にやっぱり解散したいっていうのは、前々からもちろん伝えてたことだったりはするんで、
それに対してやっぱりビッシュ自体も、考えてたんですけど、そのビッシュの解散っていうのをその今現在のグループの人たちはどう受け止めていらっしゃるんでしょうか。どう受け止めてるんですかね。まあ結構やっぱりそのビッシュがすごく本調子というかわーっといった後から入ってきた子たちもやっぱり多くなってきたので、多分すごく多分ビッシュに憧れてっていう人たちが結構多くなったのかなっていうふうに思っているのと、あとはまあずっと前からいるメンバーたちも多分ビッシュの背中を見てやってきてるとは思っているので、もうそういう意味ではその解散っていうものがどうなるんだろうみたいなところは多分、まあ、みんなの注目の的だとは思ってるんですけど、それに対して、彼女たちがじゃあもうワック終わるんじゃないかとかなんとかっていうふうに思ってるのか、その危機感は持っててほしいなっていうふうには思いますけどね。まあ、普通に世間から見ててもそうだと思うんですけど、まあ、どう考えてもビッシュにおんぶに抱っこの事務所だと思うんで、そこをどうしていくかっていうのはやっぱり考えなきゃいけないところではあるんですけど、でやっぱり企業もその方向転換というか事業転換だったりとかいろんなものをしないとやっぱり基本的には続かないって言われてるのが常なので、そういう意味では僕たちは逆に言うとアーティストっていう商品を、どう転換していったりいろんなものに変化させていったりとかっていうところをやっぱり考えた方がいいのかなっていうふうには思ってますけどね。BiSHがいなくなる、で今までは多分 We are work とかいろんなものを僕たちも掛け声でやってきたんですけど、あれはきっと、まあ、ほとんどがBiSHの父が先導してやってきてもらったんですけど、まあ、それがいなくなるとっていうところの中で、ワックっていうものが自分たちで代表しなきゃいけなくなる、その、まあ、ワックといえばビッシュって言われてたものがワックといえばギャングパレードなのか、ワックといえばビスなのか、ワックといえば ASP なのか、まあ、そういうふうに、なっていかなきゃいけない状況になるので、それも含めて肌で感じてほしいのと、まあ、その俺たちはこれだけでもできるんだっていうのをやっぱり、まあ、彼女たち自身にも証明してほしいなとも思いますし、僕としても、まあ、賭けとして、まあ、彼女たちがそれこそ満員では誰もやったことのない幕張メッセホールなので、そのグループたちとしてはなんでそこを感じてもらいたいなっていう部分もありますね、はい。